佐藤澄香です。ご視聴いただきありがとうございます。今回のお話は玄米でエネルギーを安定供給についてお伝えします。あなたは日頃玄米を召し上がっていらっしゃいますか？私は以前ですね、体調を崩してから食にとっても気をつけるようになりました。それ以来実は毎日玄米をよーくよーく噛んで美味しくいただいています。玄米の良さはですね、なんといっても栄養バランスはもちろんなんですが、他にも効率よくエネルギー化されるということなんです。これは何かと言いますと、白砂糖、お砂糖ですね、砂糖などに比べてゆっくりと糖質を吸収してくれます。なので内臓やホルモンの分泌系、神経系などを痛めないんです。その上、安定してエネルギーを供給してくれますから、私たち人間の体で最もエネルギーを使う、とても使うと言われている脳にもとても良い食べ物なんですね。ただ玄米は少し苦手という方は白米などと混ぜて炊いてみるとか、食べやすく工夫をしていただいて上手に取り入れてみてくださいね。また消化に負担がかからないように、くれぐれもよくよく噛んで、そして美味しくいただいてください。私はいつも素敵な笑顔のあなたを応援しています。ご視聴いただきありがとうございました。このお話が役に立ったと思ってくださいましたら、ぜひ高評価ボタンとチャンネル登録をお願いいたします。